コメントを読めば様子がわかるということだね。ああ、そうだ。そうだね。配信動画じゃないとね。ちょっと私、ツイッターの調子があまりにも悪くてさ。あ、いや、全然。まあ、ツイキャスの方はわかんないけど。ツイッターの調子がめっちゃ悪い。ツイッターの調子がめっちゃ悪い。あ、こんばんは。今ちょっとお試しで。はい、こんばんは、こんばんは。お試しでちょっとやってるんで。だいたい。あれだ。はい。ちょっと50秒ぐらいで終わらします。こんばんは、こんばんは。お試しでやっちゃって。はい。どうもお茶ばっかりです。テスト。今ちょっとテストっす。声がどんな感じかだよね、みんなのね。うん、みんなにどう聞こえてるか。そうね。俺声大丈夫なの？あれ？聞こえてるよ。あ、一回、じゃあ私も聞いてみようか。うん。お茶ばっかりざーす。このままモノくんとかノコさんとか。はいはい。はい。ミサゴさん、あれちなみに、あのね、ハウっちゃうから。あ、音が出るの？オフにして。でも、大丈夫だった。何も問題なかった。オッケー。髪型。変わりました。ヘロヘロヘロ。どうですか？ 50 秒ってことは30分かな。いい感じですよ。まあ30分でもいいけど。いや、そう、私帰ってきたばっかり。30分、お茶ばっかりざんす。でも今大丈夫。どうしてリモートって当たり前だろボケ。静止役ありざんす。このご時世。このご時世、お前リモートでしかもはやできねえんだよ。もう。そうだね、もうね。大変だからね、今ね、世の中。平和じゃねえ、平和じゃねえ。はい。物騒ですよ、もう本当に。1000人も行きそうで。行きそうだね、怖いわ。はい、あ、進撃バンドです。静止役ありざんす。はい。あ、なにこれもう OK なのこれで。お茶爆ありざんす。大体、ありがとう。OK っぽい。静止役ありざんす。はい。ノコさんだけ小さくないって、うん、俺でっかくしたらだって他の二人かぶっちゃうもん。そうだね。うん。なかなか難しいね。ね、唐突だけど、パンの耳じゃないや。ピザの耳食べていい。あ、別にいいんだけど。別にいいんだけど。お茶爆ありざんす。そう、少し、そう、お話しします。クリスマスだから。お茶爆ありざんす。ピザ食べた時期。お前ほんとマイペースだな。お茶爆ありざんす。みさこさん、ちなみにコメントを読んだりともできる？できるよね。うん、できる。ああ、なるほどね。ちょっとなんかけど、スムーズにできそうだね。できそうだね。これ多分、内容そうだよね。うん。イサゴさん、ボーボーボー、ボーボーボーって言ってるってこと？違うよ。お茶爆ありざんす。あの、名前がボボボボボボボの。ああ、そういうことね。そう。リスペクトが入ってるから。なるほどね。ああ、うん、オッケーですね。ああ、でもまあまあ、あ、お茶爆ありざんす。まあまあ、大丈夫そうだね。うん、いけ大丈夫そうだ。おすすめできそうだね。まあ、ちょっと一安心。ああ、けどまあ大丈夫じゃん、こんな。大丈夫、うん、あ、大丈夫だね。あ、もう成功じゃん。じゃあやめますか。はい。はい、やばいにしましょう。いや、ほんとテストで今日ちょっとやっただけなんで。まあまあまあ。はい。一応明日あるからね。一応3人モードの時はこういう感じ。はいはい。こういう感じでね。あ、お茶爆ありざんす。3人モードの時はこんな感じで。うん。けど、あとこれスピーカー、お茶爆ありざんす。これスピーカービュー、僕モードの時はこう普通に俺だけになって。これね、これで。あら。スピーカー、あ、お茶ばっかりざんす。あの、ちょっとスピーカービューってやつ使えば、喋った人だけね。喋、うん、った人だけ、でかくなるんだよね。はい。画面がね、画面が強調される。こっから4時間やってもいいよ。お前らあれ巻き添え食うけど。うん。朝までやってもいいよ。うん。いや、明日無理になるわ。巻き添え食うけど。いや、全員で。あの、ね、集団責任ってことで、別にいいよ。俺は別にいいよ。うん。いや、よくないよ、うん。俺それでもできる自信あるから。体力はけど、今ね、あの結構、あ、つけてきましたよ。はい。昨日のね、あの朝から。お茶爆ありがとうございます。はい。静止役ありがとうございます。腹筋5回やって。ちょっとミュートする。5回。いや、体力もう俺はつけてきたぜ。アミノバイタルも飲んで。お茶爆ありがとうございます。5回かよ。はい。
スピーカービューにしたら、いや俺が大画面じゃなくない、そうだよ、喋ったやつ、いやむしろそういうことじゃ、喋ったやつが喋ってる人が画面で分かるでしょ。そう、いやちょっと俺もね、はい、家でできることって腹筋背筋ぐらいしかできねえじゃん。まあまあそうだね。お茶爆アイザンス、いやこんなにちょっとね金もらってアイザンス、まあ明日もあの美佐子さん喋ってみて。あ、うちかこいつミュートしてんのか。あ、今ミュートしてんのか。あら、まあいいや、じゃあ。いや、俺、配信が止まんだよな。せめて10回に。配信が止まる？うん。なんか、あれが良くないのか分かんないけど。ずっと3人が、いや、なんかこれね、ずっと3人でもなんか、うまい具合なところがね、あればいいんだけどね。こうやって、俺がこうやって来たら3人になるって感じだな。ね。はい。まぁ、こんな感じぐらいかな。はい。かな？うん。こんな感じかな。はい。でもスムーズにいってよかったね。これね。でもこれスピーカービューにしちゃうとね、多分この状態で、はい、お前と被っちゃうんだよね。うん、なんかあれじゃん。なんだっけ。ポーンってやるやつ。日本人形でポーンってやるやつみたいじゃん。あの、うちでの小槌で。あれなんかあるだろ。ポーンってやるやつみたいじゃん。ゲートボールじゃねえ。誰も落とし。誰も落としみたいになっちゃうからね、これ。はい。まあまあ、お茶爆アイザンス。いや、3人の配信久々だね、これね。そうだね。いやーね、ほんとね、ミートしてやりたかった。精神薬アイザンス。タクタクを思い出す3人。ただいま。どういうことですか？タクタク、京都タクタクを思い出す3人っていうこと？精神薬アイザンス、なんかそんな思い出あるっけ？お前だけじゃないの。俺たち3人は多分みんな忘れてるよ。みんな忘れてる。京都タクタク、俺たち3人で何かした？ホテル配信とかなんかしたもん。ブルーライト。お茶の間上映会？ああ、そっちのことね。ああ、タクタクね。あ、そういうことね。そういうことね。そういや。あ、美佐子さん、ちょっとこれストリートビューじゃねえ。スピーカービュー。スピーカービューちょっと、はい、試させてみよう。こんにちは。美佐子だよ。これそう、喋った人だけ、こうなる。イエーイ。イエーイ。で、モノックも喋ってる。イエーイ、イエーイ。今日もね、H&M でお買い物をしてた。あ、お茶爆アイザンス。ありがとう。お茶爆アイザンス。精神薬アイザンス。なるほど。それはいいですね。あ、なんか買い物してきたんですね。うん。なるほど。もっと明日着る服買おうと思ったんだけど、いいの？気合満々じゃないですか。なんだけど、そう、いいのがなかったから、どうせ、新しいアーシャの服着ようと。え？アーシャの服着んだ。あれ、叩きづらくない？絶対。ちょっと、心配なのは、お前めっちゃ鼻く、めっちゃ鼻く、心配なのは、映ってるぞ。ちょっと待って、コーヒー飲んでいい？頭いかれてんな、こいつ。順序どうなってんだよ、こいつ。コーヒー飲んでください。まあなんか。アーシャの工場夜景どこって、それ横浜だよ。あそこ横浜の名前なんだっけ？聞こえてなかったよ。イヤホン取ってたから。アーシャのさ、工場夜景さ、横浜のどこだっけ？わかんない。なんかでも造船所だよね。そう、造船所。川崎。そう。あ、そう、川崎らへん。あ、そう、川崎らへん。でもなんか有名じゃない？多分なんかドラマでも使われてるから多分知ってる人知ってると思うよ。あ、有名なの、うん、そう。へぇ、うん。あ、お茶爆アイザンス。いや、撮影で。そう、なんかよく撮影で使われるとこだ。多分分かる人分かる。さ、有名だよね、多分ね。川崎の工業地帯。そう。だからみんなもね、多分ね、お金払えば入るんじゃないですか。川崎の工場地帯有名。誰セレクトっていうのか。工場夜景は俺がもともとけど取り、アイディアあるからね、俺、アーシャ。結構。まあ、結構とかもうないけど。もともとアーシャ、そう、アーシャかジャケシャかなんか取りたかったから、工場夜景。やっと叶ったって感じ。そうね、やっと叶ったって感じ。うん、もうネタないっすよ、けど。あの、ほんと、あのアーシャとか、ジャケシャの。もうアーシャとかもうネタないよね、ロケーション。もうやり。もう宇宙どんなアーシャがいい？え？宇宙？どんなアーシャがいい？リスナーさん。あ、リスナーさん。あ、なるほどね。宇宙服着た時あったけどね。オノプ以外で。あ、それ以外で。
あの、サブリミナルモノ君。青ちゃまガーザース。あれ、みんなもっと笑ってくれるかと思ってけど、思ってるモノ君がいなくて悲しいっていう声の方が多くて、あ、そうだね、すまんなってなって。え、それあれなんか前回のやつ、なんか宇宙のなんか宇宙のなんかモノくんがなんか死んだみたいになってるやつでしょ。あれは滑ったね。あれ滑ったね。うん、あれはなんかうちわ乗り、いや、うちわ乗り良かったよ。良かったよじゃねえや。よくない。うちわ乗り。うちわ乗り良かったよ。うちわで楽しんでる時は楽しかったんだよ。まあそれはもうなんか。あの、うちらも、なんつうだろう、出来上がった画像見て、あ、思ったのと違うなとはなったよね。いや、でもそういうのさ、あるんですよ。あるんですよ、そういうの。むずいよね。まあ、うん、そうね。そう、そういうの、あの、そう、そういうの、そう、あるの。なんか、うちわ乗りで盛り上がってることが、世に出たときに、あれみたいな。そういうのっていっぱい経験ある。うん、160回ぐらいある。そう。うちわでは、スタッフとか、みんなで、うちわで、あ、これいいんじゃねみたいなアイディアが。面白いねーって。面白いねーって。うちわのいいかどうかはわかんないけど、なんつうだろう。これがいいと思ったやつが、そうでもなくて、逆もあるし。うん。意外と反応があるときもあるし。そうっすね。ああ、そうでもそうっすね。なるほどね。いやー、でも、いい感じに取り込めんのかな、これ。あ、よし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 。いい感じに取り込めた。取り出せるかな。よしよし。あ、でもいいね。いい感じにできそうだね、これ、土地越し配信スムーズに。あ、もしかして、大丈夫そう。ガール2とか、どういうこと？いや、ガール2って何か。ガール2めっちゃ良かったろ、おい。あの、MV の話？ガール2はめっちゃ良かったじゃん。このスクショをアーシャにして、ああ、こんなんでよければ。はい。明日からそうします。こんばんは。のこさん寝たんかいな。俺寝たよ。俺今日、夕方の4時から7時ぐらいまで寝た。うん。あ、そんな感じ。変な時間に。あれ、僕がちょっと小さいとか。今日寝れますそれ。え？今日ちゃんと寝れますそれ。お茶ばっかりさんす。いや、だから無理やり。ちゃんとゆっくり寝てね。無理やりなんとかしてね、寝ますよ。お茶ばっかりさんす。まあ大体。寝て。眠れなかったら本当にその時はね、もうね、気絶するように酒と眠剤なんで寝れば大丈夫なんで。うん。翌日頭痛いけど。よくないよ。3時間しか寝てない。違う。二度寝したってこと。二度寝。だから結構十分ね、スリップしてるんで、大丈夫っすよ。はい。ゆっくりし、緊張してんのか。いや、でも緊張はしてるよ。当たり前だろ。うん。ずっとなんか俺歌詞をもうさ、さっきからさ、ちょこちょこなんか確認してるもん。歌詞とあと瀬戸利の順番。もう忘れちゃう、あれ。あれ、瀬戸利の順番。俺もう無理だよ。無理だよね。いや、俺、だからさ、NG フェスだ。ただのワンマンでさえさ、無理じゃん。次の曲何かなって。そう、あれ無理。お子さんが覚えてられるわけがない。俺大体っていうのさ、ライブでさ、止めるじゃん。みんなもさ、わかると思うけどさ、次なんだっけって時にさ、俺忘れてんのに勝手にさ、なんかポン出し始めたりとかさ、次の曲さ。それで俺止める時あるじゃん。勝手ではないでしょ。ここは伝えようって決まって一応書いてる。そうそう。だって、ノクさんは瀬戸利を見忘れるっていうのがよく見忘れるって、だって俺そんなもん、だってね、真ん中で弁慶みたいに立ってんだから、お前そんなね、しょうがないじゃん。みんなはカンペ見れるけどさ。いや、瀬戸利のカンペはあるんだよ。一応、すぐには勝手にやらない。瀬戸利のカンペは、俺の歌う、右側にあるの。でも俺いつもさ、あるある調子に乗って、ま、箱の上に乗るじゃん。真ん中、ステージ真ん中までギター持ってこうやってさ、行かなきゃいけないものを。うん。あれ、行かなかったら全然俺だってさ、歌詞だってなんだって間違いねえよ。譜面台って瀬戸利、そうだよ。譜面台あれ瀬戸利だよ。歌詞カードじゃねえよ。もう歌詞はだから、あそこにも歌詞置いてもいいんだよ。でも俺は昨日も言ったけど、歌詞を絶対ね、もう、歌詞カードだけは絶対に明日は一曲しか置かないって、そう。だったら思いっきり間違えても、そうなの？思いっきり間違えてもらいたいじゃん。そんなもんなんか歌詞見てさ、カンペ見てさ。まあそうだね。うん、それだったら。うん、俺がファンだったらそうだから。うん、俺がファンだったらそうだから、ね、思いっきり明日は間違えてありますよ。うん。もう言いたいよ、いいよね。うん。
覚えてるかって、だから頑張って今覚えてるよ。頑張って覚えてるけど、だって曲多いからそんな覚えられるわけねえじゃん。うん、こっちの身になってみろよって。こんばんは。ふざけんなよ。なあ。これ文句言われてもしょうがないもんな。お茶目くらいさ、だってさ。でもね、奏ちゃんくらいの曲数になってくると、本当は割とみんなね、見てたりするよ、モニターで。まあまあまあ、あるからね、下に、ね。うん。うちらだってめっちゃコンスタントに音源出してるから、こんな、多分、バンド活動この機会やってて、きちんと、こんなに曲数ある人たちもなかなかいないぐらい出してるから。いや。うん。いや、だから、明日何のね、歌詞のカンペを見るのっていうのはちょっと言いません。うん。なかなか新曲だから。そう、それは新曲。全然俺らでもやり慣れてない。のこさん、なかなか新曲ってそんなないと思うんですけど。あ、いや、けど僕の戦争は、あれだよ。俺カンペ、あれやっぱ用意しないかもしれないし。曲、だからゲネプロ、ゲネでは俺用意したじゃん。でも、やっぱり。キーボードに貼ってる。そう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 。みそこさん、それ言っちゃダメだよ。キーボードに貼ってるってカンペを。お前、お前それ言っちゃったらみんなが俺のキーボード見ちゃうじゃねえか、明日さ。おい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 。いや、そこは、僕は言われたくなかったな。お前、具体的。普通にわかんなかった。どこまで隠してるの。待って、今さ、普通にバラされたんだけど、ちょっと待って。じゃあもう2曲だよ、2曲。俺カンペ用意すんの。でも、僕の戦争はけど、じゃあ、キーボードに貼る。貼るよ。もうこれはバレちまったからもうしょうがねえわ。はいはい、キーボードにちょっとね、ちっちゃい紙で、実は用意してたんだよ。ほんと、こんぐらいのちっちゃい紙で。お客さんからわかん、そう、配信でもわかんねえようなサイズで。そう、でも、ね、でも俺は見なくてもいけると思うから、多分ね。多分、だいたい。いや、自信はある。自信はある。ほんと、いや、ほんと2番だけなんだよ、俺。2番だけ。1番と、1番と最後の大サビとか大丈夫。2番のね、2番だけ。2番が本当にちょっと、ね。2番が問題やね。うん。そうそうそう。だから2曲だけちょっとカンペは用意します、明日。うん、こっそり見よう。うん。だから、うん。俺がちょっと、ただ頭ね、パッパラッパーになってる時あるから、やっぱ頭がさ、もうさ、もう2部とか、まあまあ、やっぱすげえ考えることいっぱいあるから、ライブは生き物ですから、昨日も言ったけど、そう。いや、歌詞って一番覚えらんないよ、でも。覚えらんないよ、ほんとにこんな。だから間違えたっていいじゃん。うん。もう全部見ちゃっていい、いいやって。だから全部見てよ。全部見たいんだけどさ、俺さ、だからさ、その、あの真ん中まで、ステージの真ん中まで行くから、見ようがねえんだよ。うん、普通に。そうだね。お客さんの、だからフロアの向こうででっかいスクリーンがあって、それ向こうみたいな。それ最高だね。そのお客さんのフロアの、そう。いつか。そうだね。そのとこにバーって。最高峰にでっかいスクリーン用意して、そこに映し出すんだよ。もうお客さんを見るんじゃなくて、そこ見て。そのやり方がいい。そうだったら別にさ、そうそうそう。それいいね、それいいね、それいいね、それでいいね、みんな。みんなもそれでいいね。それでいいんだったら。明らかにのこさんの目線がさ、こうやって動いてったらさ。カラオケみたいな。カラオケみたいな。モニター。こうやって動いたら読んでんなって分かる。まあでも、俺も行ったことあるけど、結構やっぱ、俺らぐらいやっぱその年配バンドになると、やっぱね、熟年されたバンドになると曲数増えるから、やっぱりみんなそうしてんだよ。モニターで。割かしそうしてるよ。そうだよ。ちょっと夢をぶっ壊すこと言うかもしれないけど。みんなモニター用意してんだよ。歌詞。あの、ハットかぶってて、ハットかぶってて、ハットで、お立ち台が、あの、ステージの真ん中にあるの。うん。うん。うん。そうで、そこに、ハットをこうやって押さえながら、足をかけてるときに歌詞確認してるっていうことが判明したときあって。ほう。要するに目線隠しながら、こうやって格好つけてるように見せつきながら、ハットに。実はね、実はそこで。そうそうそう。すごいね。裏側ってことでしょ、要は。そう、あの、お立ち台の下にモニターがあるの。歌詞の、うん。手品じゃん、ほんとに。そうだね。だからこう、胸を怖かさずに、こう、格好よく歌詞を見る。種明かしだ。そうだね。種明かし。そう、手品みたい。カンニングも苦労すんだよ。うん。でも、基本的にはカンニングだから、そんぐらいかな。もう、ね、ネタバレしたら。うん。明日。うん、俺はけど、それ以上ないよ。うん。まあ、そうだよね。うん。うん。いや、覚えらんないよ、だって。うん。モノくん元気ない？大丈夫？お前。明日、緊張してんの？お前。いや、
全然緊張してないけど。配信のテンションじゃないだけだよ。お前昨日めっちゃ、2人でやった時めちゃめちゃノリノリだったじゃん。あれ酒飲んでたんだよ、お前。今酒飲めよ。じゃあ今から飲めばいいじゃん。今から飲まない、今日飲まないよ、俺。あ、ちゃんとライブ前は。明日のためにそう。あ、ルナシ。あ、そうか、偉いね。偉いよ。いやいや、さすがに長丁場だろ、明日。私も早寝する。いや、飲めよ。なんでだよ。いや、俺飲むもん。やっぱ飲まないと、いや、俺眠れないから、けど、お前眠れんのか。あ、飲むかじゃあ、俺飲もう。うん。モノ君が飲んで、戻ってきたら、配信終わらすから。いや、まだ、風呂入ってねえから、まだ。風呂入ったら飲むから。知らんねえよ、そうなんだ。お前、風呂入ってから飲むっていうのが、お前の。あ、そうなんだ。お前の人生だね。あ、野菜こだ。おじさんおじさん、お前、おじさんでも三十なんだろ、お前。世の中おじさんって言われる年齢だろ、お前。おじさんじゃなくさ、行為がおじさんだって言い方が完全におじさんだね。一杯が一杯が最高なんだよ。まあ、トーンの問題ってこと？そう、トーン。おっさんって言われちゃうね、じゃね。いや、もう完全におっさんですよ。あ、物おっさん、おばちゃん。おっさん、おばちゃん。一般人のおっさんだろって。いやいや、もうそんなもうさ、おっさんおばさんとか言っちゃうよ、ほんとに。言葉にするとやっぱどんどん自分に返っていくからね。そう、まだ若いよ。うん、まだ若い。でもさ、男の人が自分でさ、おじさんって言ってるの可愛いよね。うん。わかんない、可愛くない？ああ。え？自分で言ってる。わかんない、私可愛いと思っちゃうんだけど。人によるんじゃない、やっぱ。人によるか。うん、そう。いや、でも、わかります。やっぱおっさん好きなだけじゃん、多分。私、おじさん好きだからね。うん。そう。嫌いな人は全然そこに先に行かないんじゃない、多分。えぇ、ー、いや、ってなると思うね。人による、いつかわかるよ、みんな。お前らコメント読んでる？読んでる。中途半端な人による35歳とか、すごいカタカナ。コメント読んであげ。読んでるよ、全然読んでるよ。読み上げてあげ。おっさん、かわいいのわかる。そう、かわいいんだよ。でもこの三人だからかわいいって。いや、読んでないです。読んでればやろう。気遣いの子さん。気遣いの子さん、いやけど、モノくんなってまあね、リスナー数少ないからコメント普段読んでないんだろうけど、ミサコさんは、そっか。コメント数少ないから読んでない。少ないから読んでない。ミサコさん配信になって、多いから読める。久々じゃないの。久々めっちゃ忙しかった、なんかめっちゃ忙しかった。ここツイキャスなって最近はやってない。やってない。晩門でもやりたいなと思ったけど暇がねなかなかなかったよ。じゃあ本当次はじゃあまあ今これやってるけど次はまあ年越し配信でね。そうだね。いっぱい語ってください。久しぶりにゆっくり。うん、はい。なんかねいろいろとで、ね、要は酒飲めそう。え？年越し？死んでいいなら飲めるよ。あ、いいよ、死んでもいいよ、死んでくれ。死んでもいいよ。だからね、みんなでお酒を飲める年越し配信って、実はこれリモートだから、リモートでやれば、そうだね。初めてなんですよ、我々。初めてです。年越し配信、なんと、13回目にして。そう。今までだってやっぱ、千葉銀とかもね、モノくんとかも車あったから、そうそうそう。うん。そう、運転者がいないから。初めて全員でお酒を飲めるっていう感じじゃない？多分ね。そうだね。多分。記憶が、あれだけど。そう。俺は飲めない予定だったからね。そんなん辛いよね。うん。あ、辛いってかもまあ。いや、みんなで飲めるってのは、だってさ、これさ、みんなだってさ、やっぱさ、年末年始おしとやかにしてくださいってさ、菅総理大臣が言ったわけじゃないですか。みんなも、はいはい、もう全員家でしょ、絶対に。絶対全員家じゃん。絶対ステイホームじゃん。だから、よかったね、新生かまっちゃん配信が、こんなやっぱ恒例行事あってね、こういう点。やっぱこれはね、ほんとね、素晴らしいよ。ほんとに。うん。当たり前に家。そうなんだよね。そう、当たり前に家。うん。今年は特に、ね、実家にも帰れないとか、ね。多いと思うよ。そうそう、一人暮らしの皆さん。確かに。私みたいな、一人暮らしみたいな皆さん。ね、帰省もできないってことでしょ。泥酔配信なのかな、なるっしょ。初詣行けないっしょ。
いや、てかさ、俺さ、ほんとさ、違う、成田さんにさ、じゃあ、俺今年ね、絶対ね、かまってちゃんがね、運気が良かったの、ビジネス運気が良かったのって、絶対に俺が、あのね、今年親父と一緒に、今年の初めね、1月に親父と一緒に成田さん行って、お守り買って、商売繁盛のお守り買ったんですよ。商売繁盛、健康、安全運転って、それ3つ買ったの。見つかって、その後ちゃんと、ね、10円玉か100円玉、100円玉入れて、こうやって俺毎年、うん、ま、一応こうやってパーンって見てやって、ああ、神よ、神聖かまってちゃんが、絶対に、今年こそ、絶対に神様の力で、神の力で何とかしてくだされって。いや、本当に、これマジだからね。これ、一句一句この通りだからね。いや、三つも買って、だから、そう、一句一句、ここ神よ、神の力でって、だから俺進撃決まったこれ。な、神ですか、神のご利益。強すぎるでしょ。うん。成田さんの神様やっぱ。神の力でね。いやこれはスピリチュアル的なところもやっぱね、お守りとかだからちゃんと、だから俺今年成田さん来年か行けないの、そのお守りを返しに行けないってのがさ、ちょっとやだなと思って。それはもうきついね。ずっとネットしてるからこうなんて、そうですね。うん。そう、返しに行けないっていうのが。そう、返さないとまたダメなんでしょ、お守りって。うん、そうだね、返さないとね。そうだね、うん、お不動さんだね、成田さんは。お礼まい、お礼まい。そう、私もずっと成田さんのお札持ったままなんで、役柄いた時の。どちらかというと、久山さん、うん、まあいい、うん、気持ちの問題だったよ。気持ちの問題、時期ずらせば。え、あ、時期ずらしても大丈夫、うんね、別に、お正月に行かなくてもね。あ、なるほどね。うん。大変お世話になりました。2年後とかでもいいってことね。2年後、3年後。これからも頑張ります。2年後で遅いんじゃない？遅いってなんでだよ、お前。お前がなんでわかるんだよ。お前、神様のなんかか。神様の使いだよ、俺。でもお守りの効果とか、そう、全然見えねえ。1年とかって決まってないらしい。ただの、そこら辺のただのおじさんじゃん。で、1ヶ月後に行きなさい。1ヶ月後に、お前が占い師に言われたようなことじゃねえか。なんか、ミニシの温泉に行きなさいって。ミニシの温泉に行きなさい。このままだよ。ダメだったけどね。ちょっとこの。あ、でも役年終わった。一旦ね。一旦終わって。いやー、ちょっとさ、もう来年はだから、モノくんとミサコさんね、また占いでも行ったらいいんじゃないか。うん、ね。また行っちゃう、うん、占い。そうそうそう。占い一緒に来るじゃん、占い。僕は。占い行ったら、アホほど当たる占いとかちゃんと調べていって。いや、それ調べててくださいじゃん。だる。え、見たことない、行けそうじゃん、壊しそうじゃん、すぐ。いや、なんかね、なんだろう。占いっていうか、こう、なんつうんだろうね。いたことかだったら怖いな、そっちは。いたこさんとかだったら、もしかしたらいい人いるかも。うん、いたこ、いたこ、怖いのそれ。ちょっと待って、知り合いの知り合い、いたこ、うん、ちょっと俺、空気読めないマンがちょっと参上するけど、あのちょっと年越し写真残しとこうか。どうしようか。そうだね。はいはい。いや、多分ずっとこんな感じになるから。うん、そうなんで。俺らも一応ね、お笑いトリオじゃないんで。神聖かまってちゃんって。どうも、神聖かまってちゃんでーす。しゃべくりがそんなできるわけじゃないんで、私たち。ネタがないんで。ネタがそんなエンドレスで続くわけじゃないんで。そう。しかもライブ、明日ライブなんだよ、そう。明日ライブだからね。静止やからさ、そう。明日ライブだから。いや、この辺にしていきましょう。そうそうそう。ちょっとこう、今日テンション上がっても、そう、まずいな。困るからね。うん。あ、じゃあ明日、とりあえずですね、急に言われて。でも、いや、年越し足、じゃあみんなこれでいいね。お茶枠やざんす。みんなこれでいいっすね。ちょ、ぐだぐだ。いや、これで、あ、みさこさん、俺さ、言ってないけどさ、はいはい、さ、年越しで、うん、ワンチャンツーってなんかやるじゃん。なんか、2021に、なる時に。その時に、なんかクラッカーかなんか、なんかクラッカーじゃなくてもいいんだけど、いつもなんかやってんじゃん。うん。あ、さ、あ、なんか、いつもやってるのビール被ってんのか。だから3人でビール被ろうって決めてるから、3人で、うん、そう、ビールでも飲み物でも被ろうって決めてるから、そうそう、それだけ覚えてください。やりたくない。やりたくない。やりたくない。
だから、ビニールシート引いときゃいいじゃん。それをちょっとモノ君と昨日話して決めたからさ。ビール、うん、3人でビール。やろうもうしょうがない。やるしかないよ。あ、おうおうおお、マジか、頑張ってくれ。すみません、見たみたい。乗ったのに何だそれ。乗ったのに乗ったって、乗るの以上のやれる、やれるってことだよ。やるね、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 やるね。なんで、え、じゃあ俺何、俺と美佐子さんやればお前もやるってこと。やだやだ。あれ、やだ、なんだ、神の使いじゃねえのか、お前。なんとかしろよ。いや、なんでもう、やだよ、俺、いろんな嫌いのワードありえる、神。いや、そうだよね。あ、ビールは乗ったね。今年は野球選手はビールかけしなかったのに。いや、あれはね、もったいないよ、本当に。もったいないよ、本当にって。お前が飲むよりマシだろ。そうだよ。その後、スタッフが美味しくいただきましたっていうのすらできないから。いや、マジでね、あれ飲んだ方がいいって。なんだ？おかしいと思うよ、あれ。いや、そんなの、ねえし、これ、浴びながら飲めえじゃん、全部。体で飲む。景気よくやる。まあまあ、でも、まあ、そこはそんなとこまでしなくてもいいんですけど、まあ、なんか、別にまあ、別に全然なかったらいいっす。なかったら、ね、あ、まあ、パーッとしましょう。さ、美佐子さんなんてもうね、確かにね、東京シティ住んでるんで、確かに今もうね、コロナ、ね、大変なんで、そっち。そうだよ。あんま無理せず外行かないように。一番危険なんだね。うん。そんな俺がダンスを、踊るだけでも十分そっちの方が面白いと思うから、ダンス踊るだけでいいわ。クラッカーとかじゃなくて、ダンス踊るでいい。わかった。そっちの方が面白いから。そっちの方がなんか面白そうだな。シュールなことになりそうだけど。いや、でも楽しい配信ってか、いや、僕なんかこれはこれでなんかやっぱね、すごいナウイなって。ナウイですね。今っぽいよね。うん。マニフェストの発表あるかな？いや、ないじゃん。わかんない。なんか、わかんない。ツアー絶対やりたいとか。そうだね。やりたいけどさ、やりたいけど何も準備してない。準備してないし、本当に何もないし。まあ、ツアーやりたいぐらいかな。でもなんか、用意し、まあなんか、おのおのなんかあれば、いいんじゃん。え、マニフェスト？彼女のマニフェスト？うん。来年こそは、考えとこう。来年こそは、なんか子供産むぞとか、なんかあんじゃん。早っ。早ってもう今。なんか、その時考えてもいい。もう無理でしょ。ツアー行きたい。そう、ツアーだけどやっぱり、夏からじゃないかな。今んとこね、うちらで見てんのは、うちらの事務所がビビってるから、最初は3月にいつ今まで通りやりましょうってね、最初言ったけど、やっぱりまたコロナのこう流れで、なんかなかなかね、やっぱまたあの、去年と今年と同じようになっちゃうのもあって、ね、それでまたね、いろいろ痛手を食う、事務所もね、金銭的に痛手を食うってことで、ビビってるんで、夏になるかなって言ってた。そうだね。だから夏できたらいいねって、夏から。夏から。そういうマニフェストで、おのおのの目標気になる。いや、事務所は大変だよ、本当に。事務所の人たち、みんな寝てなさそうだもん。いやー、けど、まずはそうだけどね。まあ、みんな大変なのは、今日はみんな同じや。二人ぐらいマネージャーさんに電話したけど、お疲れ様です、すいません、お休みなのにって言ったのに、休みじゃないよ、仕事してる。ああ、大変。でもさ、みんなはないよ。だってこれ今、リサーで仕事をさ、まだしな。うん。まあまだ仕事のため ね、してない人いっぱいいるからね。してる人はしてるかもしれないけど。うん、そうだよ。みんな忙しいよ。うん。うん。あと今日なんか仕事したような夢見たよ。さっき。夢？どういう夢？夢の方が疲れた。夢か。明日仕事です。月曜が仕事納めなんだよね。みんなね。なんかみんなかわかんないけど。そうだね。まあ遅い人が多いんだよ。夢やろ。うん。28で終わるのじゃ、うん。そうだね。バーモンちゃんもね、ギリギリまでリハがあるから、まだ収めてはいないね。だいぶ、締めはしたけど。バーモンとしては。夢でも仕事。夢って記憶の整理するところの、あれもあるじゃん。要素もあるじゃん。仕事頑張ってる人を仕事の夢見るんじゃない？職業病で。うん、30、火曜まで。なるほど。皆さん頑張って。いや、年越しは一緒だから。31まで仕事。うん。我々のね、とってもね、本当にね、すべて、今年のすべてを生産されるがごとくのね、内容の年越し配信をかますんで、最後の最後。はい。うん。もう今年はみんなやっぱね、世の中の全国、全世界のみんながね、今年はなかったことにしたいっていう人いっぱいいるかもしれないけど、それをね、覆すがごとく、ね、の配信をするんで。はい。それは期待してくださいよ。はい、いや、マジで。うん。それはもう、出し物とかあるから。ベロベロになろうぜ。
出し物とかあるからさ。出し物だっていつもハードル上がってんの、なんで。ハードルは上げといた方がいいんで、挑戦、俺たちは挑戦者だから。会社の忘年会みたいになってる。いや、そんなくだらねえもんじゃない。結構ガチの方だよ。うん。俺たちは挑戦者だから。うん。新生かまちゃん、あれ攻めてくから。うん。新生かまちゃん、来年も攻めてくから。うん。攻めてくから。ね。出し物に期待しちゃう。俺も期待しちゃう。みんな何用意するか。ね。いや、大島が一番楽しみだな、俺。ああ、全然。うん。モノ君、どう？俺がじゃあ先やってよ。お前も多分エアコン取り外すしかない。エアコンを取り外すわ、俺。後ろのそのエアコンを取り外すしか、俺を超えることはできない、多分。お茶爆やぞ。わーって、そう。ドライバーで普通に丁寧にやっていいよ。時間かかる人なんだよ。朝、まあだって長くて、だって深夜3時か4時か朝までやるから大丈夫で。いや、そうじゃねえのか。そう、見たくないもん、電池が。スマホの電池が切れかけてて、プルルンってなった。ごめんね、コメント。やばい、すげえけどさ、俺さ、これすごいね。結構こんなスムーズにできんだね。こんなスムーズにできると思わなかった。心配しなくてよかったね。うん、ね、みさこさん、ちなみにそこどこ？そこなんか背後に。家でしょ。家？ああ、家なんだ。ああ、なんかいつも自分の部屋じゃないんだね、とりあえずは。あ、そう、今ね、リビングに。いつもなんかチカチカする部屋やってやん。あの、後ろね、いっぱい壁に貼っていてるやつね。チカチカする。そうそうそう。やけに質素だね。質素な部屋。白ね、壁。白い壁。真っ白。ね、白い壁だよ。うん。壁で。いや、タイアップバンドとは思えねえ背景だよな、これな。進撃の巨人の主題歌のバンドの背景だもんな、これな。ちょっと返さず。どうせ、後ろになんか山とか撮れよ。山とか、いや、まあそういうもん、まあいや、それが、そこはいいとこなんですかな。そこは貧乏臭いとこはやっぱり庶民的なところがすごくいい、やっぱ我々いいんですよ。いいけどね。我々そこやっぱいいよ。いや、こんなもん。うん。いや、マジで生活感つうか、庶民的な。生活感しかないもんね。しかない。しかない。だって、ピザの耳だけ食べてる。いや、違う、俺が一番さ、そうそう、庶民的に見えない。こいつらに比べたら、違う、お前らまずさ、あの、ライトもクソもないの。俺ちゃんとこれ、ちゃんとやってんだよ。これ、ライトさんとかつけて。じゃあ、だってさ、俺だって、ちょ、お前ら、そもそも物くんだって。ノコさんが言うからさ、30分くらいライトいいかなって思う。明るいよ、これでも、ほんとは。ミサコさんまだマシだけど、物くんだってもう、真っ黒じゃねえかよ、なんかもう。真っ黒じゃないじゃん。せめて服だけ白いの着てこいよって感じ。ああ、洋服ね、洋服。やっぱ、だって、ライトあるないで、こんな変わるんだよ。まあ、わかるよ。わかるけど。うん。なんか、光当てる必要あるのかなって思う。いやいや、光当てる必要ある。ちゃんとなんかその。いや、あれば、やっぱ光ちゃんと。顔が見やすいから、単純に顔が。まあね。顔がね。まあ、これ多分、メガネこれ変えた方がいいもんな。あ、メガネもそう、捨てろ。お茶爆発出す。捨てないもん、さすがに。うん。顔が暗い。うん、いや、でもそう。ちょっとなんか、一応、ライトみたいななんかあればね、よろしくお願いします。はい、あったらね、探してみます、じゃあ。いやー、とりあえず、ちょっとこんな感じでね。もう終わりにしよう、もう終わんないと。終わりにしよう。うん。これ、もう、できるから、もうよかった、スムーズに。音関係も大丈夫で。そうだね。うん。音関係も大丈夫でできるから。静止薬、ありがとうございます。あの、明日のちょっと、じゃあ、ね、NG フェス、ちょっと皆さん、ちょっとまあ、皆さん、ほとんどもうこれ皆さんだと思うけど、ツイキャスもね、やるし。ツイキャスだから、改めて言うけど、5時から第1部が始まるから、多分4時45分とか、ぐらいからツイキャスはやります。有料配信の方とかはわかりません。何時から。はい。5時ちょうどからやるの多分ね。まあ、そのぐらいじゃん、うん、ちょうどぐらいにツイキャスはだから、やると思う。はい。で、ツイキャスは一応楽屋には持ってくみたいな。あ、ちょ、俺さ、楽屋さ、俺さ、多分普通にさ、一回一回シャワー浴びたいからさ、そう。うん、ちょっとそこら辺はなんか。シャワー配信か。え？シャワー配信か。何？シャワー配信しねえよ。いや、じゃあ、シャワー配信はしねえよ。やだよ。いや、嫌じゃないけど。別に嫌ではないけど。一回、いや、でも一回一回俺シャワー、なんか NG メッセージシャワーあるとこ、NGMS の時シャワールームある時は、俺そこでシャワー、全裸になって、あの熱湯浴びてんの、ネット。
うん、ネット浴びるとあのすごく閲覧数伸びる、うん、いやなんかネット浴びるとやっぱ喉にいいし、そう体やっぱ、あ違う、特に今回体温めたいんだよ、絶対寒いからね、お客さんもね、あのね厚着したしてきた方がいいよ、来る人換気してるから ね、うん、ね換気するとき絶対俺さ、あれだってベイキャー寒かったもん、パーって声出せないからね、どうしてもね、そうそう、いやいつもよりかは汗かかないと思うんだよね、それであの着脱ができるものがいいと思う、しかも換気するから、そうそうそう、しかも、うん、しかも湯たんぽとか持ってきた方がいいんじゃないですか、そう、ベイキャー寒かったよね、風邪ひかんように、うん、そうですね、ライブ会場寒い、ね、いつものライブ会場と同じ感覚で来ない方がいいかもしれない、うん、やっぱ換気すると本当に、え、そう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 、うん、だからそれとの戦いもあるから俺、うん、いやーちょっとまあそこら辺もね含めて、いやだ、頭とかこれしてください、そうなん、そうです、登山乗りで来てください、登山の格好までしなくていいわ、まあ、めちゃくちゃ登山はいいね、でも確かにあの着脱系っていうと最適じゃない、うん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 、OK、ちょっと体力ちょっと、じゃあ明日僕らも、美佐子さん何時起き、俺は明日朝9時起きぐらいかな、だからもう、そう、寝ないと。早いね。いや、早い、当たり前だろ。千葉県からと、だって2時間、3時間かかるもん。2時間半ぐらいかかるもん。ね、間に合わないか、そんぐらいじゃないと。そう、2時間半ぐらいかかるから、そう。私は、朝早いよ。どうさ、早く、そう、寝る。私も、でも、まあ、10時、11時、10時から11時の間に起きたいな。うん。いや、起きなさい、頑張って。寝ないと。うん、これでもね、あの花木くんにね、あの遅くしてくれってこれ言ってるからね、もっと最初もっと早かったのに、ね、時間メンバーいる時間ね、朝なんかね6時に来いみたいな、青いっていうなこと言ってんじゃねえよ、早くねってな、うん、うちより早起きだね、本当だよね、おかしいじゃん、話じゃん、そんなんさ、なんでこんな早く起きないといけないのって、けど俺たちがやっぱね千葉県住んでるからいけないんだな、これだから東京恵比寿住んでたらだってさ3分で着くじゃん、恵比寿で3分ですよ、最高ね、そうだったらもういる時間いいよね、だから東京住んでるってメリットはそこだよね、メリットはそこだよ、そうだよ、リハーサルあるよ、あるある、前乗りしてる人もいるよね、あ、前の、あ、その地方から来てくれたみたいな、ありがとうございます、今だからホテルで見てる人もいんの、ねえ、そしたらね、ちょっと気をつけて、あの、あれこのコロナの換気してやるのに手がね、え、そんなお前に言われなくても気をつけて当たり前だろって話じゃん、この なんで怒られてる、換気しながら寝たら風邪ひくからやめてくださいん換気して寝てくださいねって言ったから、換気しながら寝たら寒くて風邪ひいちゃうからそれもやめてくださいねって言った、換気したらさ寒いからね、うん、まあ、そうだね、そうそうそう、うん、マスク二重にしてく、あー、まあんま意味あるのそれ、うん、いや、わかんない。ねえ。いや、でも結局、言うけどね、運だもんね。まあ、それは運もあるけど。最終的にね。まあ、対策するに越したことないけどね。まあまあ、そりゃそうだけどね。だってコンビニでかかるとかさ、うん、別にさ、もうそんなん運じゃん。うん。ねえ。いや、運だよ、こんなん。最終的にはね。まあね、そうだ。あの日頃の体力、うん、あれだよね。体力の問題がある。免疫力。いやちょっと何事もなく、そうなんだよ、免疫力ね、免疫力なさそう、私え、あるある、あるある、あるある、木は病からだから、うん、そうそう、あるなしのね、なんかドラムの人もなんかかかったんでしょ、うん、みんなかかってるじゃん、ね、かかってましたね、うん、みんなかかってる、あるなしのって聞こえる、そうだね、あ、マヌカーニ、あ、やべ、ちょっと俺ちょっと準備したんだけど、そうだ、ありがとう、俺ちょっとあれだ、オリーブオイルだ、オリーブオイルをちょっと用意するの忘れた、うん、お、大事だね、あ、そうそうそう、なんかそう、深夜さんとかいう人は免疫力によく合わせ、睡眠しっかり取ります、いやちょっとマヌカーニ、あとちょっとだけあるんだけど、もう分かんなくなっちゃって、まあまあまあ、うん、え、うん、モノさん優しいって何も言ってねえだこいつ、な、何が、いやいや言ったでしょ、換気して寝てくださいね、換気して寝てください、なるほどね、優しいでしょ、なるほどね、
大切なオリーブオイル、うん、機材も忘れないでね。忘れるわけねえだろ機材。あ、今ちゃんと、あ、けど機材とかちゃんとそこら辺は大丈夫です、大丈夫です。そう、私も持っていかなきゃいけないものがいくつかあるから明日は頑張る。うん、うん、よし、もう終わりだぞ。もう全然終わんねえぞ、さっきからいや、だからもうエントレスにやっぱね、できるってことだよね。まあ、だから大丈夫だよ、年越しは、うん、年越しはね、なんか面白いね。予定がなければもういくらでもできると思った。面白いね、やっぱね。なんかこういう感じの、なんかね、すごい2021年はこんな感じかっていう感じで。うん、じゃあ、あのね、超新生かまってちゃんが送る長寿番組、はい、第13回目。はい、13回目か、長いですね。2008年から、ね、これも、はい、もう毎回毎回俺は絶対言うから、2008年から続く、この長寿番組。うん、はいはい。年越し配信。すごいよ、2008年からって。お茶爆破屋さん、こんな歴史がある。毎回やってんの、一番最初年越し配信がさ、けど俺さ、何なんだろうな。あれが、どれだったか覚えてるんで、美佐子さんに酒、カイロと美佐子さんに酒ぶっかけた、あれ最初だっけ？うん。で、美佐子さんも作ってくれて。そう。大体みんな、あれ最初だっけ？持ってたりしても、誰も食べないから。ああ、それ食べる暇ないのよ懐かしいね。あれが最初、あれが最初、あれが最初だっか。多分そうだね。うん、殴られた時、ね、うん、殴られた時モノ君にはいっぱいぶん殴られてるから、ちょっと俺もう殴られすぎてちょっと記憶障害になってるから、うん、昔は本当にもうね、昔は本当にね、この人怖かったからね。リモートだったら殴られないから、何言っても大丈夫。怖っ。逆にね。嫌なやつ。嫌なやつ。嫌なやつ。暴れないで。耳を澄ませばじゃ、お前それ。耳を澄ませば、お前絶対嫌いだろ。嫌い。嫌い。せえな、お前。せえな、お前。好きだ、じゃねえ。本当お前そういうの嫌いだよね。クリスマスもだからさ。本当にやっぱ嫌いだよね。そういうなんか、ね、なんかちょっとなんかもっとベタな陰キャだよね。ベタな、ベタな陰キャみたいな感じでもう。ベタな陰キャでしたね。でも一回結婚したからそうなかったよね。ああ、まあね、まあね、うん、ちょっとリア充になってる。それまではやばかったね。もうね、どれのあの小野陽子は。これ今眺めてたこれ。いやでもまあ。もう恨みの、恨み節のように親でも殺されたのかっていう。そうだね。うん、いや、でもだから、まあ、とりあえず、じゃあ、こんな感じでやりましょう。はい。はい、よろしくお願いします。そんな感じで、じゃあもう終わりにします。じゃあ、明日、もう明日なんで、もうすぐ会えるんで、また皆さん、ちょっと。そうだね。いや、ちょっと久々に、ちょっと、あの曲、この曲、珍しい、懐かしい曲をもうやるんで。はい。お楽しみに。ちょっと。めっちゃあるんだから、曲。いやちょっと体力ね、ね、NG フェス、こんな、誰考えたんだよ、ほんとな。マジな、この30曲。いや、俺30曲やるなんて言ってないよ、さすがに。お前いや、俺なのかな、30曲やるとかは。わかんないけど、話し合いできない。いや、これ俺なのかな、30。だってこれさ、年取った時のこと考えてないもんね。まあ、そんなこと俺か、俺もう俺か。そういうこと考え、まあ俺考えないもんね。先のこと考えない、これさ、ほんと50歳になった時どうすんだろうね。いや、もう死ぬんじゃねえか。死ぬ本望じゃん。ステージで死ねたら本望だよ。いや、でもさ、こんなんそうしょうが、ほんとに。だって、今、だって、こんな弱音はちょっと吐きません。もうめちゃめちゃ疲れねえわ。いや、でもめっちゃ楽しみなんだけど、楽しみなんだけど、毎回ね、半分ぐらい死んでるんだよね、後半から。え？ああ、いや、でもなんか半分意識も。ドラム鳴ってる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 。美佐子さんがそうでもやっぱ精神ね、潜在的にドラムが鳴ってるから大丈夫。ああ、そうだね、うん、ビートは続いてるから。ビートは無意識に伝わったからね。そうそう、ビートは続いてる。うん、大丈夫大丈夫。意識は死んでるのも大丈夫かと。休憩で雑談タイムを挟む。ああ、だからそう、さっきの話なんだけど、ちょっとモノ君と美佐子さんとか、まああと優香、優とかに任せちゃうかもしれない。ちょっと、でもまあ、けど、どっちかというとね、わかんない。ね、美佐子さんとかもね、下手したらモノ君に任せちゃうかもしれない。体力お化けの。待ってよ。
俺体力上手くないよ。まあ、大丈夫だと思うけど。まあまあまあ、わかんないですけど、まあ、放置でもいいから。ぜひ、なんか、まあまあ、まあまあ、それちゃんと休憩しよう。ちょっとまあ、その時のあれで。はい。じゃあ、とりあえずそんな感じで、また、じゃあ明日よろしくお願いします。はい、じゃあね。お願いします。もう1時間経っちゃう。うん、よろしくね、明日ね。いやじゃあ、ね、よろしく。あ、じゃあね。じゃあ、切ります。はい、バイバイ。はい。はい。おやすみなさい。はい。さよなら。さよなら。